到着。おお、気持ちいいね。なんか寒いぐらい。はい、今日から2泊3日奥琵琶湖キャンプ場です。ああ、もう今季最後のキャンプかな。さあ、そしたら設営、ワンズを下ろして設営の方していきたいと思います。よいしょ。昨日は雨やったからな。よいしょ。はいよ。さあ、2泊3日ドッグフリーですよ。あ、これあると楽だね、設営もね。今日は DOD のキノコテントを持ってきました。設営していきます。さて、どうやって貼るんだ。よいしょ。グランドシートとテントが、バックルで止めれるようになってるのね。これ先に止めとくべきや。めっちゃ可愛いな。タケノコのなんかミニチュア版みたいな感じ。面白い。これまあこんだけスペースあったら3メーター四方なはずなんやけど、これだけスペースあったら、うん、ワンズと一緒に寝れるかな。よし、じゃあフライやっていきたいと思います。もうピンと張ったらそこそこかっこいいよ。全部メッシュになるし。あ、いいテントやこれ。あ、いい全然いい。うん、涼しいし全部メッシュになるし。よし、であとフライやね、やっていこう。もう森のキノコって感じやな、綺麗に張ったら。ほらこんな感じ。間口も開けたし、上で。大きかったな。まあいっか。よいしょ。ほい、内装完成。こんな感じで今日は寝たいと思います。あ、これでいいんじゃない？中はね、いいよこのテントうまくいいわ。すごい風通しがいい。フルクローズにもなるし、フルオープンにもなるし、最高やね。よし。はい、設営完了。こんな感じですね。はあ、よし、できたぞ。ただいまの時間はだいぶ早いね。3時。20度。過ごしやすいわ。最高。嬉しいね。あんたたちも全然大丈夫だもんね、今日はね。はい。あれ、ここは？ここどこ行った？ここ。ここ。おった。よいしょ。ほい。でも、あとはゆっくりしてください。よし、あ、ちょっと疲れたな。あとは焚き火してご飯作っていきます。まあ、森の中のキノコのテント、森の中のキノコテントやね。いいね。キノコキノコ。寒い。嘘やろって思うぐらい。火はカンカン照りなんやけどな。寒いわ。びっくりした。そんなに気候違うんやな。ほい、それでは火床の方ここにするので、段取りの方していきたいと思います。火床を作らないとお茶も飲めないからね。何も持ってきてないし。それではやってきます。この使ったら面白くないやろ。一発でつくから。絶対つくもんだからいつも麻ひもは使わないようにはするんですけどね。はい、もうできました。早っはい、それでは火がいい感じになってきたので、チャイの用意をしていきたいと思います。あー、お腹すいたな。お腹すいたな。すごい風。ダイエット中はかなり厳しいね。でももう今日はダイエットしないよ。食べたいだけ食べるよ。どんだけ我慢してる思ってんのよ。とりあえず13キロ減ったよ。13キロ減ったらだいぶん体楽よな。だいぶ細くもなったし。きついわダイエット。よいしょ。あ、ええ感じ。ええ感じの色が出てきました。あ、いいよ。こんなもんやろ。いい感じで拭いてきましたで。お、来た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 。ではいただきたいと思います。いきます。うめえ。最高。まあ最高やね。静かだね、森の中。いい感じですわ。おいしい。おい、寒なってきたでしょ。降りすぎましたわ。すげえ。全然気温が違う。16度。さあ、そしたら今日は食べるよ。いつも食べてないから今日は食べるよ。玉ねぎ、人参、じゃがいも。これでペトロマックスダッジオーブンで野菜焼きと鶏肉ちょっと入れてたいと思います。くそ重たいのに持ってきたよ。よいしょ。 FT1 ね、3やったら大きすぎるから。ほい、それに人参。さあどこまで入るやろうな。人参を敷いて。じゃがいもとで玉ねぎを入れれるだけ。こんなもんかな。入るかな。問題は鶏肉が入るかどうかやね。よし、ここで一旦黒瀬スパイスで。よし、こんなもんかな。あとは鶏肉やね。これが何個入るんやろ。入るかな。あ、入ったね。よし、入った。あ、これでいいや。よし。こんな感じかな。ぎゅうぎゅうやけど。うまそう。お腹減った。朝から何も食ってないし。まあ、毎日やけど。よし、そしたらこれで警官、あ、しまった OK。 あとはここにこれを温めれば OK。 よし、はい、それでは火がそろそろいい感じになってきたので焼いていこうと思います。さあ、よいしょ、このぐらいかな。よいしょ。あちちちち。ではレッツゴー。よいしょ。ちょっと大きいなこれ。おいしいぞー、これは。めっちゃ楽しみ。めっちゃお腹減った。食べたい。あー、お腹すいた。で、いつもお腹すいてんねんけど。いい感じ。よし。あとは待つだけと。それでは食べようか。重たっ。よし。お、うまそう。いやー、おいしそうやな。はい、それではいただきます。おお、おお、すげえ。おお、じゃがいもどんな感じやろ。結構大きめに切ったからいけるかな。いただきます。ホクホク。あ、にんじん。うん、おいしい。玉ねぎ、完璧やな。鶏肉はやっと肉が食べれる。うまっ、めっちゃうまい。熱っ。それも手羽元一番カロリー高いやな。こんなとこ食べへんもん。いつもささみとかしか食わへんから。まあ、今日は食べるぞ。ほい、完食。ごちそうさまでした。いやー、だいぶ暗くなってきましたね。ダッチオーブン料理はうまいね。さあ、まったりとちょっとしますわ。紅茶も飲みたいしね。あー、あったかいね。いいっすね。めっちゃ冷えてきた。なんかしら14度。14度まで来るとさすがに寒いな。何があったので35度とか33度とか34度とかやったのにね。いやー、あったかい。さあ、お茶でも飲もうかね。それではいただきます。ボーイって見えへんな逆になってる。あー、うまっ。あー、うめえな。これでやっと一息やね。あ、ご飯も食べたし、焚き火見ながらまったりですかね。あ、ワンズのご飯せなんか。これでなんとか見える。LED なしはやっぱ厳しいね。はい、幕内にこもりました。もう寝るんだよ。どっちみちもう5時ぐらいだったらもう明るいんだから。こんな感じ。まあ広いかな。よいしょ。はい、こんな感じでございます。よいしょ。今日はその暴れるところはないよ。もう寝るだけでしょ。ドッグランも行ったし、一日走り回ってたし。寒い。13度。21時46分。さあ、そしたらおやすみなさい。お疲れ様でした。